ちょっと。どうした？もう。ジャヌ。ありがとう。ルフィ、よし。な、わかった。ありがとう。
よし。ええ。ちょっと。ちょっと。こら。お願い。ええ。ありがとう。
ありがとうございます。わかった。ルフィ。ねえ。おお。ありがとう。ルフィ。そうね。わかった。ねえ、どうしたもんかの。よう兄ちゃん。なあ、なんだ。おう、パラ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 、ガチャ。ルフィ。ああ、うんうん。
ありがとな。悪い。ねえ。よし。どうした？ なんだ？ なんだよ！ いいぜ！ くそ！え？そんな。任せとけ。 頑張ってね。 この野蛮人が！うるせえ！
くそくそ、よし、ロケット、この
わかった。すまねえな。しししえ。ありがとう。まあ。どうも。はあ、なおい、しししありがとう。
なんだ、バギーか。このクソ。なあ。ふざけんな。こいつ。なに。麦わら。勝負だ。この島で何をしているのかな、麦わらの部。手強くなったね、君。パラ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 。もしもし。
困ったね。いいよ。ふざけんな。ダメだよ。もしもし、おかしいね。あれ？大丈夫かしら。元気か。よいぞ。それよりも、you
そうね。おい。うるせえ。悪いな。ちょっと。わあ。いや。こんなもん。なんだよお前。よせよ。うん。そうだな。わかった。うむ。ルフィ。わかった。大丈夫かよ。Yeah.
てめえ。おい。お前。よ。勝負だ。落ちこぼれも島にいるのか。恥さらしはどうした。手伝うぜ。出来損ないは一緒じゃないのか。甘い。さあ承知。おい。おい。くそ。ルフィ。どうした？
Luffy. ありがとう。わかった。 よし。な。どう？いやいや。 ありがとうな。 目標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 
悪い。大バカ者！もう！ありがとな。悪い。パラ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 ガチャ。ちょっといい？どうした？
るじゃない。あらまあ、嬉しいわい。感謝します。ねえ、うん、え？おい。くそ。任せろ。賭博のおっさん。わかった。覚悟しろよ。勝負だ。どう見えてますかい？
ちょいと。なんだ？麦わらの。ありがとう。なあ、やん、もうしっしっしっ、やだ。ルフィ、盛り上がってるとこ悪いんだが。サボ、サボじゃねえか、サボー、止めて。ルフィ、なんでお前がここに。なんだ？やれやれ。
そうか。でも、そうだな。ルフィ。ルフィ。おう。うむ、やれやれ。ロケット、ちょっとロケット、お願い。断る。ちょっと。おい。アイザックの妹だな。誰？Thank you.
気がついたか。あなたは？俺は闇の正義を遂行する世界政府のものだ。何？兄さん。呆れたもんだ。鬱陶しい。
しい。我々の邪魔をするのか、麦わらのルフィ。これも奴の計画の一つとすれば、貴様と争うのは得策ではないな。おい。ありがとう。わかった。この島に麦わらがいたとは、アイザックが引き入れたのか。とすると奴の目的は、サイファーポールイージスゼロロブリッジご足労痛み入る。貴様アイザック。おい、
ざけるな。やっと来たか。まったく。この野郎は。おい。違うな。この野郎は。ほう。許さねえ。ルフィ。どけ。ジョン。おい。ルフィ。くそ。よう。サボ。いや。ルフィ。なんだ。そうだな。気は熟した。あとは引き金を引き計画を開始する。杯元帥、報告します。なんじゃい、騒がしいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちのいくつかは消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理しとるあれをまた奪われたっちゅうことか。管理者は誰じゃ。ええ、そのような報告は受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。
まさかあの島か。オルサリーノを呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが、応答がなく。島には革命軍やジェルマ W6 など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。偶然とは思えんが。また麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら、まだ生きちょったか。もうええ、わしが島へ行く。はあ、兄さんが武器の密売に関わってる。それだけじゃない、この島のダイナガンにも。兄さん、一体何をしているの？他にもまだ隠していることがあるの？大変だ、ジャンヌ！海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった！このままだと戦争が始まるぞ！戦争？どうした？くそ！くそ！おっさん！頼む！パラ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 、ガチャ。ルフィ、くそーい、参ったわね。少しだったのに。またみんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに。母さん、やっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよ。ルフィ、ごめんなさい。島のみんなが仲良くできるように、あんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ、あいつらのやりたいようにやらせとけよ。何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも兄さんもいなくなって一人ぼっちの私のそばにいてくれた
大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない、家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ。戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない、家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ、お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。ルフィありがとう。行くぞジャンヌ、この戦争を止める。でも、しっしっし、わかった。ルフィ。ああ、な、なに。ああ、おいおい、みんな、大丈夫でしょうか。ちょっといい？そうだな。おい、どうすんだ？万全です。ありがとう。そうね、スーパー泣ける。あら、俺もやるぞ。よし、ありがとう。
せな。死ぬ気で頑張ります。もう死んでますけど。しっかり守ってね。片っ端から追い払ってやる。俺もやるぞ。頼むわよ。恋の警備万全です。任せろ。やっちゃって。任せろ。頼んだわよ。行くぞ。すんげえ。真面目にやれ。ちょっと待てよ。どうした？よろしく頼むぜ。わかった。
任せろ。ちょろいもんよ。よし。覚えていますか？昔、島のリーダーが毎朝こうしてみんなを起こしていたことを。私はその娘のジャンの母さんに代わってみんなの目を覚まさせに来ました。みんな、周りをよく見て。目の前にいるのは私たちの敵じゃない。12年前、島が海賊に襲われてから苦しかったね。大切な人を殺されたり、誰かの言いなりになったり、逆らって傷ついたり、もう誰を恨んだらいいかわからない。でも誰かにぶつけたい、聞いてほしい。自分がどんなに辛いかを。私が聞くわ。みんなの辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、全部私が聞く。だってみんなはこの島で一緒に生きてきた私の家族だから。広場に集まって、これからみんなで話そう。今までのこと、そしてこの島の未来のことを。私の計算を狂わせるとは。お前がそう望むのであれば。行くぞ。ルフィ。
そうだな。待って。大丈夫か？そうね。兄さん、期待外れだな。でも。違うな。それがどうした？兄さん。今度はお前が引き金を引くのだ、ジャンヌ。ダメ！みんな、逃げ！恨むのであれば変わることを選んだ己を、お前を変えた麦わらのルフィを恨め。これで計画は元通りだ。Thank you.
私生きてるの。当たり前だ、全部守るって言っただろ。ありがでも任せろ。許さねえ。誰かいる。何をしている。負けんな。ほう。Yeah.
ち。いや。まったく。ジャンヌ、私は海軍へ行く。そして母の命を奪った海賊どもを根絶やしにしてやる。お前はこの島にいろ。お別れだ、ジャンヌ。兄さん！おい！兄さん。くそーい。何？そうね。兄さん。手が鳴るぜ。貴様にも。なんだそれ。まったくもう。ええ。俺もやるぞ。みんな、あいつらぶっ飛ばすわよ。行くぞ。準備はいい？Yeah!
じゃない？え？うわーい！ありがとう。うぃ！あー！なんだと？な、かかれ！よし！かかれ！お願いよ。おい。おや。よし。
てくれ。おい。の。よし。
ちょっと待てよ。くそ。しっしっし。おお。よし。頼む。任せろ。はっ。よし。さあ。
ありがとう。そうね。急いでね。どうした？おい。よし。ごきげんよう。さあ。みんな。あれ。頑張れよ。ええ。うん。行くぞ。ルフィ。Thank you.
気をつけて。おりゃまさかこんな島で殺し損ねた海賊と再会できるとはの。ドラゴンの息子を。お前、赤犬。貴様がその名で呼ぶのか。私もあの時に戻って逃がし、やり残した仕事を片付けようか。落ち着けルフィ。お前の目指す場所はもっと先だろう。サボ。ルフィ。手を貸してやるよ。わかった。一度ならず二度までもこのわしが逃がすわけがなかろう。危険。チートどこかで見覚えのある火じゃの。俺はサボ、革命軍の参謀総長にして麦わらのルフィの兄だ。悪いがこの先通すわけにはいかない。あいつの兄としてな。フランキー、準備は万端だぜ。行くぞ。角度よし、距離よし、方角よし。邪魔だ。てめえ今までどこを突き歩いてたんだ。島中だ。よし、行けるぞ。
何でもキャノン発射ありがとう。行くぞ。うん。兄さん。おい。な。ああ。理解しがたいな。兄さん。この男と出会ったことでお前は変わったのだな。変わったんじゃない、気づいたの。守るべき大切な人たちと本当の気持ちに。残念だ。兄さん、何を。お前はもう眠っていろ。計画の邪魔だ。分かってる。ロボのあいつには用はねえ。もう一度アイザックと話をさせてやる。何やってんだ。ジャンヌは家族じゃねえのか。くだらないこと。あいつを生かしていたことが全てを捨てる覚悟ができていなかった証だ。私は今全てを捨てる。ロボの声で喋るなよ、アイザック。分からんやつ。お前がここにいる理由はないだろう。麦わら。
した。お前、ふざけんな。麦わらのルフィ、一つ分かったぞ。私はお前が大嫌いだ。やめろ、行かないでくれ母さん。アイザック、そりゃ私だって行きたくはないわよ。だったら。でも行かなきゃならないの。あなたもいつかわかるわ。迷ったらあなたの手には何があるかよく見てみなさい。それがあなたを強くしてくれるはずよ。ない、何もないんだ。全部捨ててしまった。あら、そんなに簡単に捨てられるのかしら。あるはずよ、私が守ったもの、あなたが守るべきものがそこに。さあ、目をそらさず見てみなさい。母さん、母さん。ジャンヌ、麦わら、お前が私をここに。兄さん、空中監獄がだんだん下に落ちているの。衝撃でダイナガンが爆発したら島が、みんなが死んでしまう。なんとかしないと。兄さん。ジャンヌ、お前は母さんの復讐をしたいとは思わないのか。思うわ。
ならば。でも、それよりも、私は母さんが守ったものを守りたい。兄さんと一緒に。だから兄さん、いい加減力を貸して。兄さん。何がそんなにおかしいのよ。こんな大変な時に。麦わらのルフィ、用事は済んだろう。そろそろ引き取り願おうか。下にお前たちの船が来ている。お前はどうすんだ。ダイナガンを世界政府に渡すことはできない。このまま空中監獄ごと爆破する。もう少し島から距離を稼ぎたいが、予定外の戦闘で水力が落ちている。対三対将用に作ったアーマーをお前が私に使わせたおかげでな。論理のかけらもないバカを相手にするとろくなことがない。兄さん、何を。麦わらのルフィ、私はお前が嫌いだ。だからお前をここから落とす。うわ、すまなかった。兄さん、待って。兄さん、私は兄さんともっと一緒に。島を頼む。母さんの守った私たちの島だ。私も私のやるべきことをやろう。今は市場を優先してる場合じゃなさそうだな。よそ見しとる余裕はありゃせんぞ。ん、島民が危険な目に遭っている時だ。チンピラに関わってる場合じゃございやせんでしょう。戦争はしまいじゃ。島民たちを避難させろ。ありがとう、ルフィ。こっちこそ。世話になったな。兄さんはきっと生きてる。そんな気がするの。だから、いつか兄さんが帰ってきたとき、ちゃんと胸を張って迎えられるような島に、みんなで変えていくのが、今の私の夢。そっか、いい夢だな。頑張
張れよ、ジャンヌ。うん。ルフィも夢を叶えて、もしまたこの近くを通ることがあったら、その時は生まれ変わったこの島を見に来てね。ああ。